皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。本日はこちら、カホンの叩き方を皆様にご紹介させていただこうかなと思います。カホン、まあご存知の方も多いと思うんですけども、こんな感じでなんかすごい箱になっているやつです。スペイン語で箱って意味なんですけど、カホンって箱です、箱です。まあ、これをなんかバシバシ叩いて、なんかいい感じに演奏していくんですが、まあ、簡単に言うとその手で叩けるドラムみたいな感じですかね。ドラムみたいな感じで、まあ伴奏というか演奏リズムを作っていくパーカッションになります。高い音、低い音を使って、まあ、こんな感じでシンバルとかと組み合わせて叩いていったりとかするんですけども、こちらの叩き方を皆様にご紹介させていただこうかなと。初めて今からカホンを始める、初めてカホンに触る、そんな方に向けて動画を作っていこうかなと思うので、めっちゃ細かくやっていこうかと思います。動画を3本に分けます。この1本目の動画は基本となる低い音と高い音、この2つの出し方を練習します。で、2つ目に行くと、その高い音と低い音を使って実際にリズムを作っていきます。で、3本目の動画で、また違うリズムパターンを演奏して、一通り、8ビートと16ビートっていう、2つの、ビートが叩けるように練習していこうかなと思います。そんな感じです。よかったらチャレンジしてみてくださいませ。それでは実際にカホンを用意していただいて、バシバシ叩いていきましょう。なんかこういろんな面があるんですけども、このサウンドホール、穴、この穴があるのが基本的に後ろです。で、サウンドホールを後ろにして、前のこの面を叩くと、ちょっとこう板が薄くて、他のところと鳴りがだいぶ違うと思うんですけど、ここの部分を前面にして叩いていきます。普通にこう座ってちょっと丸腰になってしまうんですけども、猫背になってしまうんですけども、ちょっと腰を丸めて手を伸ばして叩いていくと。で、右手からいきましょう。右手でこの真ん中ら辺をバシバシと叩いていきます。できるだけ低い音を探してください。いろんなところを叩いたりとか、叩く角度とかを変えたりとかして、できるだけ低い音を鳴らせるようにちょっと探してみてください。こういうんじゃなくて、こういう音、できるだけ真ん中ら辺を叩くのがポイントでございます。あまり端っこの方行きすぎると、端っこの方だと高い音になっちゃうから、できるだけ低い音を鳴らしてあげる。で、指先でこの中指、薬指とか人差し指とか、この3本指とかでこうね、バン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 ってつっついてもいいんですけれども、どっちかっていうと当たる面が大きい方が低い音が鳴りやすいし、軽く叩けるし楽だし手が痛くないので、先っぽ、この指先というよりもその指のお腹の辺、この辺を使って叩いたりとか、あと僕がやってるのは、ちょうどこのお水を汲むような、なんかこうね、お水をこの汲んだりするときのこの手があるじゃないですか。この手の形にしてひっくり返して、この小指から人差し指、そしてこの親指のラインまでまっすぐになるように、手の形を作って、でポンと真ん中にノックをする感じで出しています。これは別にどんなやり方が正しいとかそういうわけではなくて、どういうやり方がやりやすいかっていう話なので、ちょっといろいろと試してみてくださいませ。そしてあんまり肩とか肘からその力任せにバーンっていくと、手首痛くなるので気をつけてください。極端に悪くやるとこういうこと。試しにやってみれば分かると思うんですけども、手首でこう軽くポンポンといくのと、腕ごといくパターン、音量的に別にそんなに変わるわけではないんですけれども、こっちの方が断然手が痛いはずです。すごい衝撃がバコンってくるんですよ。単純にその皮膚の表面が痛くなったりとか、手首が痛くなったりとかしてしまうので、できるだけ軽くちょんとこづいてあげるようにしましょう。これが低い音です。低い音、まあバスとか言ったりするんですけども、低い音です。で、その次、スネアとか行ったりとかするんですけれども、スネアの音とか行ったりとかするんですけれども、高い音鳴らしていきます。高い音は逆に接地面積をできるだけ小さくして、軽やかに素早く、端っこの方を叩いていきましょう。端っこの方です。真ん中ら辺じゃなくて、端っこの方。
僕の場合は、結構人差し指、中指、薬指のこの3本指のお腹ら辺が当たってる感じですね。もしくは、小指と薬指、こっち側この辺が当たっていることが多い。こちら辺か、こちら辺か、人差し指、中指、薬指側だとこういう感じで、小指、薬指側だとこの内回転を使って叩いていくと、肘、肩からこういくんじゃなくてこの手首の回転を使うわけですね。普通にこう手首は目の前にこう、ね、パーの状態で出してこの手首を回転させればこの小指、薬指がバイ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 と、何かを叩ける動作になると思うんですけれども、この動作を使うと手首を使って腕からこう動かすんじゃなくて手首を使ってという感じです。これも叩き方とかね、叩く場所とかによって音は全然変わってくるので、どの辺が一番いい音をするかなっていうのを探ってみてください。こういうんじゃなくて高い音、こんな感じです。この高い音と低い音、低い音と高い音、この2つをメインに使ってカホンというのを演奏していきます。覚えておいてください。低い、高い、では実際に、ちょっとリズムを作ってみましょうか。バスの音を1回で、スネアの音を1回で、その次はバスを2回で、スネアを1回、1回1回ワンツー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 、こんな感じです。ちょっと今早くやってしまったんで少し難しいんですけど、もっとゆっくり大丈夫です。ワンツーワンツーホッピー、ワンツーワンツーホッピー、このぐらいでも OK。 ワンツーホッピー、ワンツーワンツーホッピー、うまくできましたでしょうか。なんかそんな早くうまくいかないぜという方は結構ね、このね、肘とか肩が、固まってしまっていることが多いので、できるだけこの力を入れずに叩くことを意識すると良いかと思います。ちょっと見せてください。極端にもよくやりますよ。肩はガッチリ固めて、肘から、腕を動かした場合、こんな感じ。ワン、ツなんかすごい、めっちゃ下手そうですよね。すごい不自然ですよね。こうじゃなくて、手首のこの回転をうまく使って、もしくはこの手首のこの屈伸運動、こっちの動きとこっちの動きをうまく使って、低い高い低い低い高い、こんなリズムを作ってみてください。ゆっくりいきます。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ワン、ツー、フォー。ワン、ワン、ツー、フォー。ワン、ワン、ツー、フォー。ワン、ワン。いい感じですか？いい感じですか？できてます、できてますか？ワン、ワン、ツー、フォー。ワン、ツー。できるだけ力抜いてリラックスして、肩、肘、あまりこうガッチリ固めずに、手首の、スナップ、屈伸運動で、できるだけ楽に楽にリラックスして、叩いていくと、そんな感じです。これがまあ最初の基本の低い音と高い音の、基本動作という感じです。うまくできましたでしょうか。まあ、すでにもうね、皮膚がもうめちゃめちゃこう、ね、真っ赤になってこう、ね、ジンジンしていてーという方もいらっしゃるかと思うので、まあ、その辺はあまり無理せずに練習していただければなと。面白いもので、ずっと続けているとね、全然痛くなくなってくるんで、まあ、平たく言うと慣れって話になっちゃうんですけれども、まあ、痛くなってきたらね、ちょっと冷やすなり、少し休むなりして、あんまり無理せずにできるというかなと思います。しかし、まあ、ずっと続けていると全然痛くなくなってくるんで、ぜひ頑張って続けて練習をして、その状態まで持ってきていただければなという感じです。それでは、1本目の動画は以上でございます。低い音と高い音。
しっかりとこの鳴らし方、叩き方を、この墨分けをしてしっかりとメリハリをつけて、低い音と高い音ドーン、ドーン、ドーン演奏できるように、練習しましょう。2本目の動画ではもう1個ゴーストノートという動作を入れて実際にリズムを、作っていきます。ちょっと難しい内容になってしまうので、気をつけていただければという感じです。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。